さんこんにちは、エスプレッソ TV のナオミとカホリです。今回のエスプレッソ TV は第87回目のエスプレッソ TV です。いよいよ今週末からアンダー15高円宮杯の関東大会が始まります。土曜日が1回戦です。皆さんぜひぜひ会場まで応援に来てください。それでは先週末のビデオどうぞ。じゃあ行くよ、行くよ、はーい。ナイスシュートよっしゃねえ、石井カズマです。サッカーのどんなところが好きですか？試合。これからは？これからサッカー頑張ります。ありがとう、ありがとう。石井カズマ。待ってねえ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 、名前からそれさ、名前からそれ、頑張れ。石井カズマルイです。ルイ、ありがとう。名前はスキートワです。トワくんの好きなサッカー選手は誰ですか？うん、どうの誰でもいい、好きなサッカー選手誰？パパ。パパが好き？うん、サッカー頑張ります。オッケー、サッカー頑張るぞ。Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría. ¡Ven con la cinco! ¡Yay! Hoy es el momento de decir el tiempo. Vamos. Ahora son las cuatro. Ahora es 4 horas.
前回じゃなくてもっと前のビデオのエスパルタ TV とかに番号とか載ってるのでぜひ確認して使えるようにしましょう。ともひろくんへのメッセージです、どうぞ。本当にトモを応援してるんで日々頑張ってください。トモは一人じゃないから、みんながついてるから頑張って。ともひろくん、またこののっしーサッカーグラウンドでともひろとサッカーできることを一日でも早く祈ってます。トモ頑張れ。トモ早く戻ってきて、また会いに行くからいっぱい話そうね。トモ一日でも早くトモとサッカーできることを祈ってます。頑張って。今週末には大事な試合がたくさんあります。9日土曜日には U15 高円宮杯の関東大会の1回戦があります。午後の3時にキックオフ、会場は日産のオッパマグランドで、対戦相手はザ・スパクサスです。皆さんエスペランサ応援にぜひ会場まで来てください。あと女子の試合もあります。皆さん最後に全部チェックしておいてください。今回のスプラザ TV はここまでです。皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それではまた来週、バイバーイ。